こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。取引キャンセル後、警告通報が来ました。事務局警告文のコメントとはというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、メルカリがついに規制強化をかなり厳しくね、やってることが明らかになってきましたので、ぜひ説明させていただきます。購入しようと考えていた商品をキャンセルしようとすると、警告の文章が出ます。商品のキャンセルが購入者都合でしたら、出品者様一切問題ないので、警告なんですね。その点はぜひ安心してください。購入者の方が自己都合のキャンセルをしますと、罰がたまり、罰がある一定数超えると、アカウント削除の対象にされます。なので、もし商品を購入されるときは、自己都合のキャンセルをぜひしない方がいいです。はい。で、私もそうだったんですけど、商品を売って、商品を使えないから、自己都合をキャンセルするっていう方が実際多いんですね。なので、こういった対策をメルカリしているかと思います。ぜひ、この点に注意して商品を購入していただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録したいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。